どうも、竹の子塾の大久保です。今回は中学理科語呂合わせということで、中3理科の内容ですね、イオン化傾向の覚え方、こちらの語呂合わせをね、紹介していきたいと思います。はい、それではですね、早速このね、まずイオン化傾向ってね、そもそも何ですかっていうのをね、ちょっと簡単に説明しておきたいと思います。まあその通り、この言葉通りでね、まあイオンへのなりやすさのことなんですけど、もう少しね、詳しく言うと、金属元素が陽イオンになる、ね、そのなりやすさの性質のことをイオン化傾向と言いますね。だからイオン化傾向が大きいほどね、イオンになりやすくて、イオン化傾向が小さいとイオンになりにくいですよと。で、まあね、ここにそのなりやすさ、なりにくさのね、ちょっとこの金属のね、この元素を書いておきましたと。で、まあ中学内容ではね、まあここに書いてあるものぐらいを覚えておくといいかなというふうに思います。で、まずね、イオン化傾向が多いものとして、ね、大きいものとして、まずナトリウム。で、もうちょっと小さくなると、マグネシウム。そして、亜鉛。で、鉄。ね。で、だんだんこうね、イオンになりにくくなって、Cu、銅。ね。で、まあ一応この表の中ではね、一番こう、イオンになりにくいものとして、銀。ね。という順番になってますと。で、このね、イオン化傾向が、まあわかるね、まあ現象、っていうのを、ちょっと二つほどね、ちょっと具体例をここにね、載せているので、簡単にね、説明しておきますと。で、まず一つ目が、硫酸銅水溶液にね、亜鉛を入れた場合ね、これどうなるかっていうと、まあ、硫酸銅水溶液っていうのは、このね、銅イオン Cu2 プラスと、硫酸イオン SO42 マイナスね、があるよと、ね。で、この中にね、ZN、亜鉛が入ったらどうなるかとね、で、この亜鉛と銅をね、比べてみるとどうなるかとね、イオン化傾向、亜鉛、ここですよね。銅、ここですよね。どっちがイオンになりやすいかというと、亜鉛の方がイオンになりやすい。でもね、今はイオンになりにくいね、銅の方がね、銅イオンになってる。じゃあこれどうなるかというと、亜鉛の方がね、銅よりもイオンになりやすいので、まずね、亜鉛が、亜鉛イオンになりますと。で、どういう風になるかというと、このね、ZN、これがどうなるかというと、ですね、これが、亜鉛イオンになって、ね、で、陽イオンになってるので、こう電子ですね。電子を2つね、こう失いますとね、電子を2つ失って、亜鉛イオンになっていきますと。で、今度はね、じゃあこのね、亜鉛がね、こう放出したこのね、電子、2つの電子を、銅イオンが受け取ります、ね。で、受け取ってどうなるかというと、電子を2個、受け取ったので、ね、Cu、銅になりますよ、ね。だからもともとはね、銅がイオンで、亜鉛はね、こう金属だったんですけど、亜鉛の方がね、銅よりもイオンになりやすいので、亜鉛の方がね、電子を失って、亜鉛イオンになって、ね、もう最初はね、イオンだった銅がね、銅イオンから電子を受け取って、銅になるよと。まあ、こういうふうな現象が起きています。で、この現象をね、活用したものとして、まあ、教科書とかにも出てくる、ダニエル電池、ね、がありますよと。まあ、ダニエル電池ね、まあ、この現象をね、こうちょっと利用してますと。で、もう一つね、塩酸とマグネシウムね、塩酸の中にマグネシウム入れたらどうなるかっていうと、まあ、これ水素が発生しますよね。で、なぜね、水素が発生するかっていうのをちょっと簡単に説明したいと思います。で、塩酸はですね、この水素イオン H プラスと、塩化物イオンね、Cl マイナスが含まれてますと。で、マグネシウムがありますと。で、水素はね、金属じゃないんですけど、まあ、このね、イオン化傾向の中にあえて入れると、水素っていうのはこの鉄と銅の、この辺ぐらいですね、イオンのなりやすさっていうのがこの辺ぐらいになりますと。で、比べてみると、マグネシウムはね、ここ。で、水素ね、はここっていうことなんで、水素よりもマグネシウムの方がイオンになりやすいよと。ということはね、さっきのここと同じように、このね、
亜鉛と銅の時と同じようにマグネシウムの方がイオンになって、ねイオンの水素がね、イオンからね水素になるよと。マグネシウムがさっきと同じように電子を2つ失ってこうマグネシウムイオンになりますと、ね、で、このね電子をこの水素イオンがね受け取りますよと、まあ、それぞれねこの H プラスがね1個ずつこの電子を受け取って、まあ、水素原子が2個できてそれがくっついて水素分子になって水素が発生するとね、まあ、こういうふうになりますと。なんでね、この二つのね、今現象を取り上げましたけど、まあこういうのがね、イオン化傾向が、まあ出ているね、そういう現象になりますと。で、ちょっと長くなったんですけどね、最後にね、このイオン化傾向のね、この表ですね、これを覚える語呂合わせを紹介したいと思います。で、語呂合わせがね、生で開いてドキン、生で開いてドキンと。まあこれね、イメージとしては、推しのアイドルね、ファンが推しのアイドルに生で会えてね、ドキンとなってるっていうところをイメージしてもらうといいかなと思います。で、ナがナトリウムですね、マがマグネシウム、アエが亜鉛、テが鉄、ドが銅で、まあ、ちょっとこれ金ってなってるんですけどね、まあ、銀ね、金で銀という感じでね、覚えてもらうといいかなと思います。今回は以上になります。タケノコ塾ではね、こういう風に、語呂合わせ動画をね、投稿してますので、リクエストあったら下のコメント欄の方にお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。